中国はユーラシア大陸の東部を占める地域及びそこで成立した国家を指す用語。日本では1972年の日中国交正常外交中華人民共和国の略称としても使用されている。本記事では中国という用語の意味の変遷と故障の変遷について記述する。中国に存在した歴史上の国家軍については当該記事及び 中国の歴史を参照。現在、中国はアジア大陸に存在する国であって、中国大陸とそれに付随する当初にあたる。この地は、中国大陸最多の人口を有する漢民族を、はじめとして、長い間中国全土を支配していた、モンゴル等の様々な民族による複数の王朝が、出現と滅亡、戦乱と統一を繰り返してきた。そのため、 地域の文明や民族を広く指し、紀元前からの文明、国家軍の歴史の総体をも含めて用いられている。清島での中国には王朝の概念はあれど、国家の概念はなく、天下あって国家なしと言える状態だったため、王朝の名前が対外、対外的な故障として用いられていた。しかし、19世紀半ばから中国も世界の一体化の流れに飲み込まれると、 中国という用語が主権国家の事象として用いられるようになり、中華民国創立後は固有名詞としての性格を濃くしていった。1949年以降は中華人民共和国に対する略称としても用いられている。日本では伝統的に高外流域の国家に対し、党関、東土の文字を用いて、党からこしと呼び、 現状三蔵の薬用が輸入されてからは仏教界でシナが利用され一部では中国も利用されていたが明治時代に入りシナが一般化した中国は中華民国の要請によって1946年からシナに代わる用語として一般的に使われるようになった紀元前にはすでに中国の文字は辞書に現れていた その後の歴代王朝の聖誌24誌でも使用され、続けているが、その範囲と概念は、時代とともに変化している。1963年出土した何見事は、聖州聖王時代の聖道記で、名文に、よそのたくここ中国、地の外民と刻まれている。遺物そのものにある中国の要例としては、現存最古とされる。 中ある名文の紀元前11世紀の南村の名文には中国という言葉がある。中華思想における世界観中国という用語は中国の古典である司教と諸教で地理的中心部や真ん中の国という多元的な意味で用いられた。したがって本来は特定の国家や民族を指す言葉ではない。当時は広く見積もって中原、または 落葉周辺を指していた。ベトナムでは現朝が自国を中国と呼び、日本でも自国に対して、吉原、中国あるいは、中国という微笑を用いている。日本において徴降する遺族に対し、自国を中国と称した、表記例は、俗日本紀文武天皇3年7月19日上における、徳島人が中国に渡来するのは、この時から始まったの一文である。 一方、黄河流域で黄河文明を営んでいた漢民族の前身となった都市国家の民の国際社会では、中国という語は王や覇者を中心とした秩序もこうしたものであった。その後、中華思想に基づく文化的優越性を持った世界の中心という意味を、帯び、旗始皇帝のこの地域の諸民族の統一に発する中国歴代王朝の政治的、 軍事的な境界を設定する中で、徐々に形成されていった漢民族意識のアイデンティティを、境界づける事象として拡張されていった。中原とは、高賀文明の発祥地である、高賀中華流域に広がる平原のことであり、しばしば中国と同義とされるが、旗、た、漢王朝から支配される領土は、中国と見られる。 はたはじめ港は中国を防衛のため頂上に立てたと文書に記載されている。漢女校をめぐむし、漢29では中国側らも百数は中国の概念は武帝征服領土を含む場合と含まない場合の異なる表記が見られ、辺境軍を中国に含むかどうかで論者による認識のズレがあったようである。中央朝時代の領域は初夏、観光祖の平定領域は 九州と各々使い分けて記載されている。以上のように、この時代には、すでに中国の領域が中原よりも広い地域に拡大し、自民族の伝統的領域と認識されている一方、王朝の支配領域すべてが中国と認識されているわけではない要例があることを伺い知ることができる。なお、塩鉄論には一箇所だけ、韓国の表記があり、おおむね、 韓に支配される領土は中国と同義とみられる。東欧朝に入ると中国の領域はさらに拡大し、現在中国本土と呼ばれる領域が中国と認識されるようになっていた。韓由は論物骨表では、フッツというものは五感代に中国に伝わったものであり、その前中国にはまだフッツはいなかったのですと記している。同時に中国は 地理的な領域名だけではなく、中国が現時点で支配している領土を意味するようにもなっていたという文章がある。同様の要例は、民主列伝209、外国に暗南の記載にもありは、元は中国の地であった、中国の領域認識は、支配領域の拡大縮小と連動する概念であった。なお、通例では、新朝末期以前は、中国は、 通詞的意味合いを持たないとされているが、通詞的な要例が全くないわけではない。例えば、総始列伝194樹林後小安四国では、自己中国豪を女官部武帝、東大層という記載がある。中華あるいは花夏という用語は、優れた文化を持つものを意味し、漢民族の間で中国と同様の事象として用いられた。中心の国に住む、 優れた文化の担い手という意味の中華には地理的な意味に加えて漢民族のアイデンティティと花夏文化の優越性という要素が共存していた。中華思想においては天の意志を代行する皇帝がその徳をもって統治し、もし徳を失えば新たな家系が変わる。中国、中華に対してその司法に居住する周辺民族は遺敵として待置される。 11世紀以降の宋から明にかけて、宋明理学は大盛り上がり、再び開秩序が強調されるようになった。また、宋や民では、異国文化を珍重し、外国人が宮廷で登用されることも珍しく、なかった。中国の皇帝は、西アジアの朝の王に相当し、中国歴代王朝は、自らが人類で、唯一の皇帝であり、それ以外は、 中華世界における偏京に過ぎないという態度をとった。対等な国が存在しないのだから、対等な関係外交は存在せず、周辺民族との関係は全て兆候という形式となる。逆に移敵の王が中原を征服して、中国に同化し、皇帝となることも可能であった。午後十六国時代の諸国や南北朝時代の北朝、五代十国時代の特欠さタブけ軍伐が、 中央権力の用を成した後半四代がこの典型である。しかし、両、金、元、真の四王朝は、漢民族を支配して、中華帝国の系統に属する王朝を作ったが、自民族の統治制度や文化も保持し続け、藩との一部を構成するに過ぎない、漢民族地域に対しては、征服王朝として振る舞った。漢民族が直面した、 このような現実に対して、総額では、改秩序が強調されるようになった。それに基づく、真の法律にも、外国人に対しては自分を中国と呼ぶ必要がある、と規定したことがある。日本では、江戸時代に大陸の国家を中国と呼んだ例が存在する。新代後半になると、近代化を果たした、欧米列強の圧倒的国力が、中国周辺にも波及し、 中国は諸外国と対等な国際社会の一員として自己を再定義する必要に迫られた。中国という用語の近代的な主権国家の概念での使用は1842年にアヘン戦争の敗北で新朝がイギリスと結んだ南京条約で漢文の中国が使われた近代的な国際条約が最初であると知られている。 1689年に調印されたネルチンスク条約では、新朝の外交指針が、自らの身分を称するときに、中国という用語を満州語で使った。ここで言う中国とは、満州人の故郷である満州と、旧民領を皇帝直轄地として統治したことから、この領域を真ん中の国という意味として、中国と呼んだものである。新朝政府が主権国家体制と、 国籍条例の重要性を認識し、国籍法に国名は中国を定めている。20世紀初期、両慶長は中国史序論において自国の主権国家の国名をどうするか悩み、シナは外国人が呼んだもので自ら命名したものではなく、中華、中国は自尊時代で非難されるといずれも欠点があるとした上で、その中から便宜的に、 中国の国名使用を提案した。中国や中国人の範囲をどのように設定するかについては20世紀に入っても議論が続いた。例えば共和革命のイデオローグ小平林は中華民国会で中国の範囲を先官の軍権が設置された領域中国人を皇帝の子孫と定義朝鮮やベトナムを中華民国が絶対回復すべき領域ビルマを ややこれに次ぐ領域とする一方、モンゴルやチベット、東トルキスタンは、元大に軍権は置かれず、サンアラブクの地であったことから、中華民国に参加するのも自立するのも、彼ら自身に任せるべき、としている。孫文ら革命派は、真の他族はすでに、漢民族に同化しており、満州や蒙古も服属すると主張した。一方、両慶長ら立憲派は、 各民族を一つにすることで、真の現在の領土を維持すべきと反論した。双方の論争の中で主張は接近し、真の現行領土を保った上で、各エスニックグループを融合して、中華民族という一つの民族を作り上げる構想が、できた。歴史学においては清を中国とするかについても、議論がある。新しい清は1990年代のカバに始まる。 歴史学的傾向であり、清志王朝の満州人王朝としての性質を強調している。以前の歴史観では、中国の歴史家を中心に漢人の力を強調し、清志は中華王朝として満州人と漢人が同化したこと、つまり、漢化が大きな役割を果たしたとされていた。しかし1980年代から1990年代初頭に、 かけて、日本やアメリカの学者たちは、満州語やモンゴル語、チベット語やロシア語等の漢字文献以外の文献と、実地研究を重視し、満州人は、満州語や伝統である記者を保ち、それぞれの地域で異なった体制で統治していたため、長期的支配が行えたとし、中華王朝よりも、中央ユーラシア的な体制を強調している。満州人の母語は、アルタイ系言語である、 満州語であったこと、広大な領域を有した領土の4分の3が、悲観事件であったことなど、清朝は、旗、た、漢以来の中国王朝の伝統を引き継ぐ最後の中華王朝であるという一般に留不している視点は、正確ではないとしており、中華王朝という意味の中国はあくまで清の一部であり清は、中国ではないとしている。中国国内では、 新進史の学術的成果は認められつつあるものの、感化を否定する主張については、反対が根強くある。2016年においても、劉富美法が、内陸は寿司赤的、新進史研究で、新進史は、内陸アジアという地理的、文化的概念を政治的概念に置き換えたことにより、中国の多民族的国家の正当性を批判している、としていることからも、 現在の中国においては新進史の学術的価値は認められつつも、その主張には依然として反対する流れに変化はないようである。侵害革命では、シナ共和国と呼称されていたが、共和勢力による政権獲得が現実のものとなっていくのに伴い、シナの独立という理想論は影を潜め、新朝が1912年の段階まで連合していた、シナ、満州。 モンゴルチベット、東トルキスタンの範囲をそのまま枠組みとする中国で近代的な国民国家の形成が目指されることとなった。しかし、そのような議論はモンゴルやチベット、東トルキスタンの人々の意思とは無関係に決められており、実際には漢民族との連携を重視し始めた新朝に対する反発と諸外国の影響を受けて、シナ地域以外では自立の動きが見られ、 これらの地域の再統合は中華人民共和国の成立後に持ち越されることになる。中国、中華は中華民国及び中華人民共和国においてそれぞれの国号となった。中国、中華という用語が持っていた漢民族のアイデンティティという要素は他民族の仲直りと統一という要素として再構成され、 他民族の構成員が主体となって建設した中国文化の優越性だけが共通分母として落ち着くようになった。そしてその持ち主という意味の歌人、家教という故障も生まれた。今日の中国では漢民族以外の数多くの少数民族が居住しており、その数は中華人民共和国政府が公式に認定しているものだけでも55を数える。 なお、中華人民共和国憲法では、官民族を含むすべての民族を中華民族と規定している。本説では、他地域からの故障の変遷について記載する。これらの故障は、地理的な意味合いだけではなく、中華王朝、政権の名を超えた通史的な故障としても利用された。ヘレニズム文明の時代、ギリシアから見て北西がヨーロッパ、南東がアジア、 南西がアフリカ、北東がスキティアと呼ばれたが、このアジアのさらに東にインディアがあり、インディアとスキティアのさらに東がセリカとされていた。これは絹を意味するセイリコンに由来し、いわゆる中国の地を指していた。絹をもたらした中国の商人はセールと呼ばれ、セイリコンは英語やロシア語などで絹を表す言葉の語源ともなっている。その後、 セリカは口述する、チーナに由来する、スインが伝わるとその系統の故障にとって変わられた。漢字文化圏以外からは、古くは旗に由来すると考えられるチーナ、シーナという故障が一般的に用いられ、古代インドではチーナスタンとも呼んだ。これが仏典において簡約され、旗、シナ、ン、シン二などの漢字を当てられる。この系統の故障はインドを通じて、 中東に伝わってアラビア語などの中東の言語ではシーンとなる。また、さらに後にはインドの言葉から直接ヨーロッパの言葉に取り入れられ、ジャイナ、シーヌなどの故障に変化した。日本でも旗に由来してシナが仏教文献では古くから利用されてきた。シナは明治時代に入ると欧米のシノロジーの訳語として取り入れられ、中華王朝、 政権の名を超えた通史的な故障として昭和の中期まで利用された。最初の統一王朝ながら短命に終わった新王朝に代わって400年間にわたって中国を支配した漢王朝の時代に漢民族を中心とする中国の藩とは定着していった。そのため漢民族や漢字のような言葉に漢の字が使われている。また日本では からの音を漢の字に当てる例もある。7世紀末から8世紀初頭の突決の人々が残した古トゥルク文字の碑文において中国の人々を指して使われている古称にタブガチュがあり、北、中国に北義を建てた戦費の卓抜部、卓抜氏に由来すると考えられている。タブガチュの系統の古称は1069年のクタドゥグ、ビリグにおけるタフカチやタマジ、トマジ、 タフォチなど、特決以後も、中央アジアで広く使われた。1220年から1224年に製法を旅した丘長春は、東日石と記録している。11世紀から12世紀のカラハン朝においては、数人のカガンがタブッチという名である。しかし、モンゴル帝国の時代前後に口実する機体にとって、変わられた。なお、ゴトルク文字碑文以前、 東ローマ帝国の歴史家テオフィラクトスシモカッタの7世紀前半に書かれたとみられる特決による従前滅亡関連の記事にタウガスとの記載があり、これも同系統の故障と思われる。記事が書かれた時期は随末当初期と思われ、従前の滅亡は正義から北州、陶義から北西への前状と同時期となる。江戸時代以前の日本の人々は、 しばしば検討士を通じて長く交渉を持った、唐の国語を持って、中国を呼んだ。ここで外国を意味する、からの音を、唐の字に当てる例も多い。中国を唐道と呼称したり、日本に来行する中国商人は、唐人と呼ばれ、文語の中国語を、漢文というのに対して、公語の中国語は、唐語と呼ばれた。また、かつて東南アジアなどの歌人も、 祖国を東山と呼んだ。11世紀頃に中国の北辺を支配した北大人の領朝から12世紀から13世紀のモンゴル高原のモンゴル人は中国を北大と呼び、モンゴル帝国による征服活動の結果として内陸ユーラシアのトゥルク語や東スラブ語などでは中国のことを北に基づく故障で呼ぶようになった。13世紀後半に 岩頂統治下の中国をマルコポーロは北中国のことを固いという名で記録した。ロシアやウクライナ、ブルガリア、カザフスタンでは現在も中国のことをウズベキスタンではスタイと呼んでいる。西ヨーロッパにはキャセイとして伝わり、キャセイパシフィック航空の社名などに使われているが、チャイナに比べるとあまり広範に用いられる故障ではない。ありがとうございます。